有明型護衛艦は海上自衛隊初期の護衛艦である。前身はアメリカ海軍のフレッチャー級駆逐艦で1959年に2隻が対応された。なお、有明の艦名は海上自衛隊護衛艦としては初代であり、2代目についてはムラサメ型護衛艦を参照。有明はヘイウッド・エル・エドワーズとして1944年1月26日に ユーグレは、リチャード・ピー・リアリーとして、同年2月23日に、ボストン海軍交渉で、それぞれ収益した。なお、リチャード・ピー・リアリーは1945年1月、フィリピン方面で、日本の特攻機の突入を受け、損傷している。第二次世界大戦後は、モスボール状態にあったが、1959年3月10日、日米官邸対応協定に基づき、 米国ロングビーチで日本に引き渡され、そのまま栄光され、4月16日に横須賀港に到着した。両艦は4月20日に自衛艦機授与式を行い、正式に自衛艦となった。モスボールの開鉄工事は、有明が、浦賀選挙、夕暮れが、石川島重工業東京を第二工場で実施され、両艦ともこの工事において5インチ3番砲に加え、20ミリ、 基準及び21インチ魚雷発射管をすべて撤去し、40人収容の実習委員行動を新設、燃料タンクの一部を真水タンクに改造した。これは本方が訓練を主任務としたためで、後に遠洋練習公開に、有明は3度、夕暮れは4度参加している。なおこの際、有明はソナーをキャに乾燥した。工事完了後、夕暮れは、 同年12月17日に最終駅した。この時点で秋月型は建造中であり、本艦は海上自衛隊の護衛艦として、初めて基準排水量2000トンを超えた艦となった。有明は、大試み中に、シュキタービン翼の切損事故を起こし、アメリカから部品を取り寄せる必要があったため、最終駅は、翌1960年4月21日と遅れた。 1959年11月16日、両艦により、第一護衛隊を新編し、横須賀地方隊に編入された。1961年2月1日、第二護衛隊軍が再編され、第一護衛隊が同軍令下に編成がえ、1962年10月から翌年3月にかけて、両艦とも特別改装工事が施された。 全部マストを三脚章に改め、対空レーダーを s p s 十二対水上レーダーを s p s 十二乾燥、マーク三十七射撃式装置のレーダーをマーク二十五に乾燥し、後部に新たにマーク五十七射撃式装置を装備した。ソナーは、キャオ s q s 四に乾燥、爆雷投下機場一機と同等車機をすべてを撤去し、代わりに、 マーク2単魚来落ち車器を両原に装備した。その他、士官室及び CIC の改造も行われ、環境構造物が拡張された。そのため、艦姿は大きく変化した。さらに、ユーグレは、環境両原の40ミリ機銃を撤去し、その後に、ヘッジホック2機を装備した。1963年12月10日、第1護衛隊が廃止となり、両艦は、 練習艦隊、第二練習隊に編入。なお、上記の特別改装工事で対戦前投げ兵器を後日装備としていた、有明は1964年2月、再改装を行い、5インチに番砲を撤去し、入手が遅れていたマーク -108、対戦ロケット発射機を装備した。1970年3月2日、第二練習隊が廃止となり、有明は、 実用実験体に編入された。同年3月から防衛庁技術研究本部で開発中の低周波遠距離用の試作バウソナー T-101 の実験管に改造するため、石川島張間重工業で艦首延長工事に入り、従来の艦首を切断して新たに新造をされたバウソナー用の艦首に改め、全長が5.5メートル長くなった。 これにより5インチ一番砲が撤去され、監守部の弾薬庫や居住区にもソナー関連機器が収められ、従来の行動もディーゼル発電機が設置された。これらの改装により、排水量は230トン増加した。工事は1971年3月に完成し、以後、実用実験に従事した。本館でテストを重ねた T-101 は、 あとに75式単身技オークス -101 として装備化され、知らね型に搭載されている。夕暮れは1970年3月2日に第二総海大軍、1972年3月10日に第一潜水大軍に移り、いずれも機関として支援任務に従事した。両艦とも老朽化に伴い1974年3月9日に除籍、 横須賀においてアメリカ海軍に返還された。1976年に売却後、解体されている。ありがとうございます。